さあやっていきましょう。アリトゥ。前回ね、地下をくぐり抜けまして、まあ、変態紳士ロングコート野郎がなんかベンの顔をブチャッって潰したところではあるんですけれども、こいつ倒したっけ、大丈夫そうだね、というところだったんで、やっぱここ閉めて正解でしたね。体力自体低そうだね。はい。で、戻ってきたのは地下駐車。ここは復活してきてますね。あれ？ここって復活って言い方変か。ほい、ほい。あ、ちょっと待って。弾切れてる。よう、生きてんな。もういいでしょうね。あ、また。やっぱあれだね。無限武器とは一発一発の重みが足りないから結構きつめだな。まあ、それはいいや。で、ダイヤの鍵を手に入れたので、あ、そうか、次あれだ、クローバーの鍵を手に入れなきゃいけない。なんかね、どっかのパートで、あ、やばい、拍手。失礼。そう、どっかのパートで、クローバーの鍵とスペードの鍵を逆転して言っちゃってたことがあったんだよね。ここ戻るんだけど、ちょっと待ってね、ここで確か、ゾンビいるね。入ってくる。まあ、入ってくるんで、そう。あ、早っ！びっくりした！そこにいたのかよ。ちょっと待て、お前。尻を差し出す、尻を。あれ、どこ行った？あれ？来ない？ちょっと、おい。変態紳士。尻を差し出す、尻を。あれ？ちょっと待って。来ないぞ。くっそ。おいや、先にあいつを、うちの人。そうなんだ、ここ、結局ね、ここに戻ってくるから、リッカーがいると大変なんですよ。だから先にリッカーを倒しときたいなと思ったんだけど、よし、で、こう戻って、来る来ない？あれ？ちょっと待って、本当に来ない。けけ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 、戻らない、戻るんじゃないよ。来いよ。けけ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 け。ちょ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 、戻らない。そう。あれ？なんか、ちょっと、人影がいる。リザードはいない。リザードンはいる。ちょっと待って。帰るな。そう、相手して。そう。全然当たってない。ちょ。お尻。そう。ちょっともうあのね、私もね、あのミスターチキンライスだからさ、ちょっと先に倒れ、逃げないように。もういいや、もう。警察さん、君だけだよ。私の相手をしてくれるな。何割でもぶち込んであげるよ。胃に直接ご馳走してあげるね。ロシアより愛を込めてきた。あー、変態。よいしょ。なかなかしぶといですね。まあ、一発一発が軽いからな。あ、なんか動いてる。お、行った。うれ。どうしちゃった？ OK、いいね。で、こいつも、そうなんだ、ゾンビの中で、この風貌のやつが一番怖いんだよな。お手手がピーンってなった。で、こいつが、こいつ倒したらめっちゃお腹鳴ったわ。ここら辺はいなさそうだね。で、ここは閉じて、あーでもそっか、あーいたわー。お花ブチブチモンダミンさんが来て、おててブラブラ。オッケー。この野郎、ちょっとでもね、あのちょっと不安要素を排除しておかないと大変なことになるんでね。そう、無限武器を手に入れたのにタイラントの相手をしっかりとして差し上げている状況でございましたから、もうなんか逆になんかハードモードみたいになっちゃってすごい大変なわけなんですよね。じゃあ、これで戻って、やばい、なんかブチブチやりまくってたら次どこに住んでいいのか分かんなくなっちゃった。ここら辺はもう全然問題なシングで、ダイヤの鍵手に入れて、あ、そうだ、ダイヤの鍵を開けに行こうと思ったけど、下こっち行かないと、ここ確かいるよね。いたね。ガシ、危ない。意外素早すぎるし、はい、攻撃範囲も結構広かったりしてね、一瞬で食われてね、やられちゃうこともあるんで、はいはい。
人間、ゾンビの進化系がリッカーなんですよね。すごいよね、ほんと。おーおーおー、かっこいい。かっこいいけど、それをちょっと触るのがかっこいい。あ、ちょっと待って、もう一体いるぞ。あ、ここ2体も出てきてたっけ？あれ？裏辺ってなんかちょっとレベルアップしてる。1体だけだった気がしたんだけど、気のせいか。ここ2体いんのか。ちょっと、帰っといて帰っといて。そう、お兄ちゃんが相手してあげるから。むしろあの、レオンが相手してって感じかもしんないけどね。はい。さあ心臓、心臓入ってこないで。テリトリーが分かれてるっていうのはね、大丈夫そうだね。 OK、 じゃあこれ倒しておいたのは OK で、なんかこんなんいたっけ。そういや、よしで、ほいほい、ほんで鍵、あー、ポータブルセーフか。うまいこといけるかどうかっていうのはすごい不安だな。すごい不安なんだけど、まあいいや。スターズオフィスは特にもうアイテムは全部拾ってるからね。どこまで行けっかな。クローバーの鍵手に入れるところくらいまで行けたらいいんだけどな。クローバーの鍵を手に入れてからじゃなくて地下行けないから、あいつに遭遇した直後になっちまうんだよな。それがちょっとあれなんだけどさ。これを捨てまして身軽にしたところで、シンキングタイム。トゥルトゥッ、トゥルルトゥトゥル。なるほど。あ、間に一個いるな。お、ってこと、これで、お、あ、逆だったわ、ミスったわ。これで、で、あ、あれ？あ、まあ、こういうのね、ほんと、多分ね、あるあるなんだけど、一回ドズボにはまるとよくわからなくなるから、ちょっと、で、こっちで、え、違う、あ、順番が逆になってる。そう、中に。順番を一個逆にしてやり直しになるっていう、もう屈辱を味わうこと、この上泣きごとしっていうね、もう日本語にもすらなってない。やばい。ちょっと待って、シンキングタイム。集中、全集中。知らなかったんだけど、煉獄さんって死ぬんだね、無限列車編で。なんか、で、なんか炭治郎かなんかに言葉を残してて、鬼滅の刃、1話見て、ちょっとこれ読むの辛いなって、辛いなって、その、きついなーと思って、個人的に合わないなーと思ってやめて、ちょっと待って、本当にドズボにハマってる。あ、鬼滅の刃バカにしたからなんか、やばい。姫子じゃないや、なんだっけ。なんか、うん。禰豆子か。禰豆子の呪いだ。やばい。竹加えてないと鬼化しちまう。なん竹加えたの鬼、なんでだ、ちょっと待って、なんで。やばい。うん、冷静に、落ち着け。Don't worry, be happy, calm down, Mr. Brewhouse. 落ち着いても変わらないね。あ、今のはシンプルに操作ミス。違う、こうで。あ、うっす。キング RPD。 なんでこんなややこしいものを、ロッカーのあれ壊しておいてさ、なんとかいけたけど、こんなのに2分も3分もかけちまった。ファックガッテン。さて。で、まあ、これは後でハメハメしに行くとしてさ、ここなんかゾンビ復活してたっけ？ここもないね。もうなんかいろいろ記憶がもう交錯してもうよくわけわかんなくなっちゃってんの、ね、わけわかめだ。じゃあ、ここ向かって、一気マンニアを合わして、で、あそこのシャッター、くるりんぱして、上向かっていきましょうか。このペースだったら、普通に、クローバーの鍵取って、もうちょっと変態紳士と会うと、もう、どこで一息つけるかがわかんなくなるから、その手前のところまで進んで、ちょっと終わりにするって感じでしょうかな。で、ここを、くるりんぱと、キル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 。で、とりあえず地下行って、あそこの窓だけ塞いどこか。
恨みしそうにこっちを見ている彼がいるけどね。トン。トン。来ることないんだろうけどな、おそらくな。ああ、でも隠しアイテムで来るかな。まあ、でも隠しアイテム取ってまで、なんかクリアするような、あれもなさげだとは思うんだけどね。とりあえず、さよなら。で、これはもういらないから捨てときましょう。じゃあ戻ろう。起き上がってこないよね。あと3階の、あれ何室なんだろうな。まあ、地図見たらわかるんだけど、何室なのかよくわかんないよね。なんかいろいろ美術品のなんか慣れの果てなのか、これから掲示しようとしているのかがよくわかんないけど、そういうのがいっぱい落ち落ちしてますからね。で、これ一応拾うと、あ、もう、閃光弾あれなんだ。ここはあれか。あ、大型拳銃ね。で、出ておいで、出ておいで。来た来た来た。ほら、音に釣られて。最悪だ。はい。仕事。意外と立ってられる。でね、これ右からね、グレンが来る頃、あれ、あー。痛いからもう帰るって。帰らせないよ。おいで。来ないな。こっちから来る。おー、ちょっと待って。びっくりした。明かりが一瞬なくなっただけで、あんなことになるんだ。まだ起きてるよね、起きてるよね。そりゃそうだよな、そりゃそうだよな。これまた明かり照らしたら目の前にいるとかそういうオチザンス。あーあーあーあ。あの、ちょっと怪奇現象が起こってんだよね。上半身とか半身がもうなんか、ああ、押し込まれてる。そこに、ああ。君は、ああ、なんかすごいアクロバットな感じになっちゃってるね。なんか二人ともごめんね。面白いことになってる。よし、じゃあ大型の歯車取って、これがないとね、次進めないからな。で、よし。ほんじゃ、まあ行きますか。で、こっち。OK。で、レッドハーブ後で手に入るから、それでいいとして、で、降りていきましょう。で、ここ、これほんと危ないよね。なんかレオンってこういうのなんかよくありがちな気がする。まあバイオの主人公は大体そうか。よし、じゃあ登っての登ってじゃねえや、クソ、ちゃんとうんちって言わなきゃ。階段降りていって、まあちょっとね、あの行為にふけてるゾンビが2人いるんだけど、それをね、邪魔しに行くとね、あの何覗いてんのよーっつってね、あの中、扉の中からバーンって出てくるから、ちょっとそいつらにね、あの、こんな状況の時に何ふけてんだよーっつって、ちょっと成敗をしてやろうと思うんで、ふい、ふい、ふい、そう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 。あ、でも2人とも服着てるってことはあれだな、もう事後だな。はい。ちょっと待って。やばいやばい、女の方が積極的だったわ。あー、おー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 おおお、ごめんね。はい、二人とも精魂突き果てて体力も使い切っちゃってる感じだったんでね、まあ特に意味はないんだけど撃っとくっていうことで、いい感じなんでね、アイテム取って、ちょっとアイテム今いろいろ手をこまねいてるから整理だけしてね。あ、今取れねえ、なんだかんだマックスになっちゃった。いらないアイテムはもう預けといて、1個あれば十分かな。こんなところでいっかね。で、電子部品、このまま最後までいこうと思うんで。はい。ということでね、まあ、区切りがいいところなので、次からね、まあ、変態ロングコート紳士ハゲチャビンが来るというところなんで、ちょっとまた気合い入れて頑張っていきたいというふうに思います。ということでね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してぜひ、応援いただけたら嬉しいです。ということでね、本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。